8人連続殺人の勝田は殺人を犯したわずか6日後にクイズ番組に堂々出演。うちの消防署では一月前ぐらいからですね、本格的に訓練入るのはね。あ、そうですか。はあ、せやけど瞬間にバッと出動ってなったらこれはもう大変ですわな。そうですね。ね、まあいつもそのために待機してるな。神経すり減らしまんな。そうです ね。まあ僕は痩せ方の方が好むんですわ。好み、はい。それでね、まあスタイル、水着姿もあんまりは見てないけどね。ちなみに4問正解で賞金8万円を獲得したとか。1500センチですしね。